はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。どうも、ホモライスです。今回も超越者の指輪を使っていろんな武器を使っていきたいと思います。前回は、結構あれでもテンションが上がっていて何を言ってるのかわからなかったり、動画と映像と音声がずれていたり、結構めちゃくちゃな感じだったんで、今回は計画的にやっていきたいと思います。じゃあそれでは早速いきましょう。はい、やってまいりました。溶鉄場は結構対人を楽しくやりたいって人が多いと思うから、ここで闇霊を待とうかなと思います。いやあ、こんにちは。やらないか。闇霊が入ってこないからこの人呼んじゃったよ。こっちへおいで、一緒に楽しもうじゃないか。こっちだよ。ほらほら、やらないか。やらないか。いい男だな。女かこいつ。ほら、よいしょ。ほら捨て36ダメージひどいなこれ。ちょっと愛情表現してみる。私の方が可愛いからおっと、あ、同じような装備してんだ。はい、36ダメージと、ここで槍を出す。透明だから相手には分かっていない。さあどうする、攻めるか攻めるか、どうする不意打ち、まさかの不意打ち。これはひどい。透明結構強いな。おっと、こっちはまだノーダメだぞ。おっと、あれは奇跡か。あんまり近づくと怖いな。回復するかもしれん、あんまり距離離すとな。危ない。いや、ありがとうございました。いや、結構強いっつうか、これはずるいな。それじゃあ次行きましょう。はい、やってまいりました、2人目。今度はショーテルを使ってみようか。ショーテル、強攻撃で盾貫通だって書いてあるけど本当なのかな。ほら、私は手ぶらだよ。そんな大きい武器持っちゃって相手これどんな風に見えてんだろう。無防備な女の子がポツンと一人。危ない。ああ、こいつガチだな。危ない。ショーテルを出す。多分相手は気づいていない。ショーテル、危ない。痛い、痛い。これはきついぞ。これはきつい。盾貫通って言っても相手盾持ってないから全く意味がない。ちょっとバックスター狙ってみるか。痛い。これ外人か。ちょっときついぞ。どうする、こいつ使うか。いい感じ。あ、痛い。ちょっとやられてしまいました。はい、やってまいりました、3人目。今度は武器じゃなくて盾を使ってみようかなと思います。盾だけで倒せるのか。無理ですよね、これ。シールドバッシュできる盾じゃないし、
まあ、左手のアベリン使うしかないのかな。闇霊はどこに行ったのかな。お、いたいた、こんにちは。今度は盾を使っていくよ。さあかかってきなさい。ほらほら、あ、やばい、シールド。あーでもあんま食らない盾、怖いぞ、怖いぞ。ちょっと危ない危ない危ない待って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 、タンマタンマ、これはひどい。はい、今度はまた無知を使ってみようかなと思います。古びた無知、結構強い、強かったからねこのガンミ何このガンミは一体何でしょう。ほら俺手ぶらだよ、手ぶらめっちゃガンミしとるがな。エッチエッチめっちゃなんかシュールなのび太さんのエッチエッチ、オッケーオッケーじゃねえ、全然やらないか。いい男だな、やらないかこのこれ何、このこの時間何、ピチンこのガンミ何、ガンミ痛い痛い、怒っちゃった。お、そろそろ戦闘開始だな。痛い、ペチン。あ、ムチ壊れそう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとお兄さん、ちょっと修理させて。あ、修理させて、修理させて。アベリン、ちょっと修理したい、ちょっと修理させてください。痛い、修理できた、結構ダメージ食らってるな。お尻ペッチンやで。こう悪くないな、嫌いじゃない、ムチは。ただあんまり強くはない。結構これ倒せるんじゃない、もしかして。盾持ってるからな。危ない、盾受け。これ勝ちたいな。あー、なんか相手もうまく警戒してきたぞ。当たらなくなってきた。危ない、お互いあと一発ぐらいか。勝った、ありがとうございました。いや、やっぱムチは楽しいね。強いとか弱いとかは別にして、結構面白い、いいプレイができそうだ。それじゃあ次行きましょう。はい、やってまいりました。今度はエスパダロペラを使ってみたいと思います。なんかディカールみたいな、よくわかんないやつ。何してる、土下座か。そんなに俺とやりたいか。俺じゃねえ、私だ。そんなに私とやりたいか。いいぞ、やらないかやっぱこうなるよね、みんな。なんだこいつってなるよなフ
私の方が可愛いよ。どうする？何も持ってない。11ダメージってひどいな、これ。油断しとるわ。完璧に油断してるな。どうする？えい。これは不意打ち。これ1000ダメージ超えたよ。おっと、回復いいよ、許すで。この棒出し何なんだろう。いや、こんにちは。やっぱり可愛いことは戦う気は失せるのかな。バックスタブ300、500、しょっぱいな。あ、これまま押し切れそう。これは不意打ちすぎる。これはひどいのかいいのか悪いのか、個人的にはすごく悪い感じがしてならない。はい、やってまいりました。もう一回同じ人召喚しちゃいました。今度は肉立ち包丁。あ、やっぱりなんかガッツポーズしているようにしか見えないね。ガッツポーズいいね。まあ、さっきね倒しちゃったからもう一回やろうか。おっと、二人、これはどうすれば、どういうジェスチャーをすれば。ちょっと二人はきつい。後ろにおるよ。あー、なんかあいつガチっぽいな。怖いぞ。やばい。あ、おっと、ちょっと待って、私のために戦うのはやめて、やめて、私のために戦うのはやめて。これは感染するしかないな。みんな私のために戦ってくれてる。ああ、死んでしまった。バカにしてる。土下座。これはどうなんだろう。相手もこれ透明超越者つけてねえか。つけてるよな。よいしょ。おっと、フルハベルやっぱ硬いな。ガッツポーズ。えいえいえい。あ、そんなの避けられるよ簡単に。あっと、そうきたか。危ない。あれ、お亡くなりになられたようです。はい、やってまいりました。今度は双眼鏡かな、これを使ってみたいと思います。これ透明化する意味ない、攻撃できないし。覗くだけ。透明化する意味ない。ダメダメ。おっと、いかついな。投げるよ。ほら。よけた。うまいな。やばいな。怖い。怖い。いかついな。痛い。痛い。ちょっと待って。お亡くなりになっちゃうよ。これやっぱフルハベル硬いな。ナイフで今10、あ、おっと。